前半は風下、我慢に我慢を重ねて後半逆転した相模原、今キックオフです。まずは長いボール、セルマを狙っていきました。なんとかフリーにしようという動き出しで、みんながニアに突っ込んで庄司選手だけがフォアに回るっていうパターンでしたね。うん、ナイスボール。今、三浦ファインセーブ、梅井が駆け出す。渡辺大輝から庭志音、三浦選手のビッグセーブもありましたね。そうですね、ここでね、よく我慢しましたよね。左サイド渡辺大輝を使います。ダイレクトグラウンダーのクラス、大谷左足サイドネット、庭、島田と、しかし戻りも早い。あと今のは最後梅井ハンドの判定ですか。そうですね、左手ですね。そうですね、金沢先制。最後の最後まで丹羽選手キーパー見てますね。最後だけボール見て、もうど真ん中ですよね、これもね。そこを金沢は枚数をかけてしっかりツートップに対するアプローチはいけてますので、はい、なかなかね、ボールを最初に収めることはできても、それが2番手3番、2番目3番目でね。島田打ってきた、ディフレクションあって、ゴール。最後はディフレクションあってゴールに吸い込まれていった。金沢追加点。こういうチャレンジやっぱすることが非常に大事ですよね。自分たちの前にスペースがあれば積極的にシュートを狙っていくと。前線で途中出場の和田、さあ和田入ってくる、広松戻して、ポスト、まだあって、最後は星のヘディング、1点返した相模原。見事な波状攻撃、2対1。この仕掛けから横パスで、ね、平間選手、まあ、ちょっとシュート自分で打てないって判断したので、この落としも良かったですよね。で、星選手思い切って、2列目から入ってきて、そのまま自分の打ったこぼれを自分で詰めに行きましたよね。少し期待感湧いている。飛距離はさほどありませんでした。ここで試合終了、2対1。